えー、吉野さんお疲れ様ですなんかそのパワーポイントの講義がまた脚光を浴びてきてるっていうのはねちょっと聞いたことがあったんですけども改めて考えてみたらまあ納得できる理由ですよねなんか過ぎ去ったテクノロジーかなと思ったんですけども確かに今10代20代を過ごしてる方はパソコンなしにダイレクトにスマホですからでスマホ使いこなしてるんで逆にパソコンのテクノロジーっていうかねソフトウェアとか技術っていうのは未経験なんでしょうね。 まあですのでもしかしたらなんかねマイクロソフト検定かなんかが今名前変わってると思いますけどもちょっと使えるようになってきたんではないかなとパワーポイントエクセルワード今更ニーズが高まってくるのかもしれませんまあけどスマホ世代の方は YouTube 検索して自分で学習するかもしれないですけどねまあというように情報発信ってなんか自分の知ってることを発信すると、まあ、そこにニーズが生まれて、えーまあ、そのいくつく先は 課金になっっててくるっていうことでワードとかねエクセルではないんですけども振り返ってみるとね去年この町内会長を私やってた時に町内会長のマニュアルっていうのを発売したら確か3件ぐらい売れたんですよねこれはなかなか興味深いですよねしかも29万8千円で3件売れたんだったかなちょっと忘れちゃいましたけど20万か30万で3件売れてるんですよあ4件か、まあ、ちょっと忘れましたけども何か売れてるんですよね それは、町内会を維持するというよりも、これから町内会っていうのはなくなっていくから、どのようにその中でやっていくか。その中には、近くの町内会と合併していくっていうこととかね。それから、町内会を5年後には廃止するという、そういった前提で、5年間の町内会運営をどうしていくかっていうふうな、そんな賞もあったんですよ。そうするとね、なんか、今までは惰性でやってた人とか仕方なくやってた人が、 じゃあ今回の役員が自分は任された任期の最後かもしれないなっていうことになったり5年後に町内会がなくなるんだったらこの備品はもう使わないから捨てていこうかなって感じで結構仕事が見えてきて楽しくなってきたとで同時にちょっとね寂しくなってきたんでまあ5年で終わるところを6年とか7年にならないかみたいな意見も出てきたりねだから結局終わりのないその仕事っていうのは苦痛なわけですよね うん、だからこう終わりを設けてあげるとなんか別のものが見えてくるみたいなね、まあ、そういった意味で、えー、昨年のね現役の町内会長さんでそのコンテンツを買われた方はもうね目から鱗の宝庫でしたみたいな感じで感謝状を寄せてくださったりもしたんですよねまあ、メールとかでさすがにその考え方をぐるっと変えていくっていうかね町内会がこれからも続くんだとか夏祭りがずっとあるんだとかあの集会所に行かなくちゃいけないんだっていうのを取っ払ってそうではないよともうなくなっていく文化であり 隣組っていう戦時下で必要だった町内会ってのもそろそろいらなくなってくるんじゃないのと。それこそ町内会の行事を通じてしか仲良くなれないとしたら、それはコミュニケーション、個人のコミュニケーションの問題なんで、勝手に近所で仲良くなっていけば別に町内会いらないよねとかね。そういう発想なんですよね。まあもちろん町内会っていうのが弱者に寄り添う、うそういった仕組みなんで、それはね、なんか有志で何とかしなくちゃいかなくちゃいけないんですけども、ただやっぱりね、町内会って大きな枠組みを やっちゃうと弱者救済っていうよりもその弱者っていう方が役員に当たっちゃったりとかしてすごく悲惨な目にあったりとかねすることももう無視できないし順番だから今度あんたやってよねじゃあ済まなかったりするんですよね、まあ、しまいには町内にいるのが苦痛になってきたりとかねそれこそ回覧板止めるやつがいたりとか私が経験したのはねなんか何だったかなあの敬老会の商品券を <laughs> なん<か>盗む<笑><笑>っていうかね <laughs> あのな、ー、くなっちゃったみたいな体で隠得してるやつがいたりとかね ななかなか面白いい経験させてもらいましたけど、ね、でえー、っとあれでしょうあの子育てのコンテンツもなぜかね私のコンテンツが売れるというね育児とか保育とか療育ってもので子育てっていうのはできてるとしたら、まあ、それをねしっかりと学習して体験してないうちから体験してると同等のレベルまで知識吸収すると結構まだねあの子育てなんてやったことない私の商品がなんか売れるというねなんか妙なことがありますよね。 で、まとめて言うとねやっぱこうなんていうんですかね私はね知らないことのアドバイスをしてるわけじゃないんですよね知ってることしか喋ってないんですよこれはんかある意味名言かなと思うんですけどもあの久保さんもの知りですねって言われることはまあたまにあるんですけどもその時必ず答えてるのがいや私もの知らないですよと知ってることだけしか答えてませんからって言うんですよねでこれがねなか,なかなか面白い答えで知ってることの範囲が広がっていくとより多くの方に対応できるんで誰から見ても あ,あ何でも知ってる人だねって思われるんですけどもただから知識がね狭,く狭ければ狭いにもうそれにもやり方があって、うん、なんかね、うん、なんかの何ですかね例えばここに宇宙戦艦ヤマトの DVD がありますけどもヤマトは詳しいけど他のことは分かりませんって人でもヤマトマニアとして生きていく道があるのが現代社会ですからね、うん、まあさしずめあれですがあの吉谷さんはビジネスオタクじゃないですか。 ビジネスのこととは何でも来いとあと卓球か卓球のことは何でもこいと他はよくわからんみたいなねそんな,なんか空手バカ一代柔道一直線みたいな生き方がまた揺り戻されてるんじゃないかなと思うわけなんですよねやっぱり情報がたくさん取れる時代だからこそマルチタスクよりもシングルタスクで深く深掘りできるような人そういう人が代わりのできない人になるのかなと思いますけどいかがですかねじゃあもうちょっとしたらちょっと何か始まるんで失礼します。